末次茂町は、江戸時代の長崎大館。近世初期、長崎の町は実施を免除されたうち、町とそれ以外の外町に分かれていた。長崎大館は外町を支配しており、初代大館の村山仁康が処刑された後、末次家が大官職を任され、末次平蔵正名を、末次持ちさだ、末次茂坊と世襲された。末は四代目であり、 先の三代と同様、末継平蔵の名も世襲した。末継家は大官職を務める傍ら、主因船貿易、貿易の圧線、外国商館、長崎地下役人、西国諸大名への資本の貸し付け、長州藩の紙取引など、様々な事業で距離を得ていた。貿易の圧線は、江戸幕府の閣僚や、西国の諸大名や町人等、広範囲の人々を相手にし、 大名が直接海外貿易を行うことが禁止されてからは、その代理人となって輸入品の購入圧旋や短期の融資を行った。紙の取引は、長州藩が先売制にしていた紙の西日本への販路を博多の大賀総博と共に握り、長崎と博多で販売した。遠方3年、茂る朝の召使いの印山旧太夫というものが、 東初通時の下田渡る宗衛門と測り、大本館という当人から船を買い取り、ワニナをオ、大ぶり館という二人の当人を先導に雇って、カンボジアに渡航して、密貿易を企てた。この船を台湾に入港させて修復したことから、当局へ通報され、抜け荷が発覚した。当時の長崎奉行、岡野貞明と牛米中片付け名は、この件を幕府に報告。 翌遠方4年2月、上司、松平主殿頭は40、404名の配下を従えて、長崎に下校。在勤奉行の牛込銃片付けなどと共に取り調べを始めた。長崎に寄港した船を見分すると、船底が二重艇になっており、また関係者の自白から、日本の絵図、太ち、脇差し、その他の武具の類を売却したことが明らかとなった。これを受け、同月、 殿も頭の家来や奉行所の役人たちが、茂朝と、その名代役である娘婿の末継平左衛門の屋敷に向かい、これを結所とした。茂朝と平左衛門の二人は松平衛門さんに預けることとし、裏後藤町の屋敷内に座敷牢を作って、そこに収監し、監視させた。茂朝の母、張福院は、末継家の屋敷に押し込め、 外町四丁ずつ昼夜を問わず交代で番人に監視させ、奉行所からは、よりき、同心、船番、角二人、また手伝頭の家来二人、さらに門番には鉄砲を持たせ、その上大勢の侍が見張りをした。同年四月、陰山九太夫と、下田渡る宗衛門は、市中引き回しの上、長崎港内の裸島で卓刑に処せられた。 旧太夫の一種虎之助は国門。渡る宗衛門の養子は、一気に流罪となった。平蔵茂朝は、資金が抜け荷に利用されたものの、当人は直接事件に関与してはおらず、また大官として死局がなかったため、地位等を免じて、長者平米と共に、沖に、長福院と、抜師、三十郎の二人は、一気にそれぞれ流され、末継ぐ気は断絶した。末継ぐ平材門は、 江戸、京都、伏見、大阪、堺、奈良、長崎近辺追放となった。後年赦免されたが、行方不明となっている。三学屋町のヤ富黒クロウは、密貿易に直接関係しなかったが、当時に資金を融通し、船の修理を終戦したことから、市中引き回しの上、獄門。その子十郎は、一切を自白したことから身分預け、茂朝の召使い、 井上一郎衛門は取り調べ中に自害した。末継家の財産はすべて没収。その動産は銀8700巻目、金9万両、黄金100枚、貸付金1万巻。他にもキャラ、サン掛け服、屏風、名刀、茶器など、その総額は60万両とも言われた。召し上げられた船は長崎に隣接する馬込村に作られた船蔵に、 鉄砲三十一丁と弓十丁などは長崎奉行所の武具像に収められた。末継家の断絶後は長崎町としおりがその職を代行し、原文四年に高木作右衛門中友が長崎大官に任命されてから後は高木家が大官職を接収した。ありがとうございます。